今日は、フリードにこちらのカロッツェリア FH8500DVS というのを付けたいと思います。カーナビじゃないんですけど、スマートフォンと挿すと Android Auto や、Apple CarPlay というのと連動して、ナビソフトが使えるというものです。ある程度配線を終わらせているので、フリードの内装をめくってやっていきたいと思います。はい、では内装をめくっていきます。内装を内張りめくっていきます。で、安全確保のためになるべくシートは後ろに下げ、 あとここ養生テープを貼らなきゃいけないので養生テープを貼ります。もう喉が痛くて痛くてもう全然ダメ。こんな感じでいいのかな。じゃあめくってみます。ん、ここか、めくるとこ。あった。あ、取れた。取れた。はい、取れました。まずはライトの配線ボタンを抜きます。こんな感じですね。はい、今の車はこちらのパネルの裏側にナビを固定する方式なので、こんな風にまず固定させます。ですね、取り付けはほぼ終わるんですけど、この純正の USB の変換っていうのはこのまま配線が来てここにあるんですね。で、これが市販の USB の端子ならいいんですけど違うので変換アダプターがいるんです。で、ちょっと今カー用品店に3店舗巡ってきたんですけどなかったのでネットで注文します。早くても明日なので今日はとりあえず動作確認ができるところまでやりたいと思いますので、あ、ここだ。うわ、もうなんでこんなに、こんな風に設置が完了しました。バックカメラの設定を切り替えたのでバックカメラが動くかどうか。きたー、やったー、ナンバー映ってるけど動くかな。動いてる動いた、当たり前か。この辺の調整をちょっとしたいのでお待ちください。はい、やっと取り付け終わり、あとはパー、何ですか、ステアリングリモコンも、学習の方で覚えさせることが、なんとかできましたということで、あとはバックカメラの設定だけしたいので、したいんですけどして今日は終わりたいと思います。あと USB の変換だけ来ないとできないのでちょっとこんな出しもないところですけど、今日ここで作業終わります。はい、ということで取り付けが終わりました。ここの USB のケーブルはちゃんとこのグーンと上に行ってナビちゃんの後ろにつながっています。ということでまずは起動してみましょう。カロッツェリア、USB に、MP3 とか MP4 動画ファイルとか音楽ファイルを入れてると再生することができるんですけど、それはただのカーオーディオの機能ですね。で、ここに、もうちょっと USB ケーブルがあるのでこいつとお持ちの Android とか Apple の iPhone を挿すとAndroid Auto になるので、こんな風に、見えるかな、カーナビが立ち上がります。スマートフォンに入っているオーディオを聞いたり、スマートフォンの中の例えば Amazon プライムやってる人なら知ってると思いますけど Amazon Music なども立ち上げて音楽聴き放題が聞くことができます。で、
一番私はちょっと楽しみしたのは YouTube なんですけど、 YouTube なんですけど、 YouTube をここで再生できるのかなと思ったら、再生はできるんですけど音楽しか無理なみたいで、音だけは流れるって感じでした。そんなとこかな。ということで Google マップを使って養老サービスエリア、養老サービスエリアの検索結果を表示しています、というふうに見えるかな。普通の Google マップと同じようにできます。ちょっとせっかくなので行ってみましょうか。このカーオーディオの機能しかないんだけど、スマートフォンと接続するとこういうカーナビにもできるっていうのはすごく便利かなと思いますし、この従来のカーナビって基本的にこの5年ぐらいしか地図が更新されないですじゃないですか。毎年ね、10年も20年もカーナビを更新してくれるメーカーが今いないので、そう考えると今 Google マップっていうのはだいたい基本的にすぐ最新の地図になりますし、それをずっと使い続けられるというのは、カーナビを買うよりも便利かもしれないです。でもこれちょっとこのやっぱ日本の企業の作るこういう何ですかね、こうソフトウェア的なもんがちょっとなんかもうちょっとなんか応用を聞かせてほしいなと思うんですけど、やっぱそこには法律的なもんもいろいろあるのかもしれないですね。で、Google マップなので、渋滞情報も、Google マップ独自のものが、採用されてますし、VIX とかは使えないので、通行止め情報とかは、ちょっとまだ無理かな。でも最近 Google マップでも通行止め情報とか結構表示されるようになってきたので、この辺はやっぱ Google のすごいとこかなと思いますけど、iPhone をお使いの方は Apple マップ。なんていうんですかね、およそ600m 先、直進です。はい、直進です。という感じでいつも聞き慣れた感じのナビが、このカロッツエリアのやつから使えるようになりました。これが一番の目的かな。で、あと音楽は基本的にこのスマートフォンの、私の場合は Amazon Music とかを聞いたりしてるので、もうパケットとかあんまり正直使って毎日聞いててもそんなにいかないんですよね。動画を見るわけでもないですし、ああもちろん一番パケットを使わないっていうデータ設定にしてあるのは事実なんですけど、ということで、こんな感じで、新しいフリードちゃんにはカロッツエリアのカーオーディオ、Google や Android Auto、Apple Car Care 対応のにしていました。ナビがいるのかな、いらないのかなと。はい、難しいところですが、まあ、十分っちゃ十分なんですけど、ちょっと Google マップにしては7インチのモニターじゃちょっと窮屈かな。8インチとかねえ、もうちょっと大きい方が嬉しいかなと思いつつ、ちょっと窮屈に感じません、これ。左方向です。はい、ということで目的地は右側です。あっという間に目的地に着いてしまいました。はい、これでフリードに新しい装備がつきましたということで、最後まで見ていただきありがとうございます。次は、レーダーの方を取り付けたいと思います。ということでますます、ランクアップしていくフリードなのでした。バイバーイ。はい、目的地につき、目的地は右側です。お疲れ様でした。お疲れ様です。